はい、えー、FX、私が1時間軸でエントリーしている2つ目の理由をお話しします。1つ目の理由でお話したのは、基本的には長い時間軸であればあるほど、勝ちやすくはなるんですよ。勝ちやすくはなるんだけども、それに比例したちょっと大きめの資金が必要になってくるっていうところと、あとは細かく資金が下ろせないってことになっちゃいますので、やっぱり決済のタイミングが、ま私には合ってないかなっていうことですよね。まあ私は 同時に放送して皆さんにもお伝えしていく義務もありますんでそんなね一旦入れたお金が何ヶ月も出せませんよとずっとポジション固定ですよってことになっちゃうとこれはこれで不自由だと思いますんでね、まあ、ですんで1時間にさせていただいてるってことになりますそして買い足でなぜエントリーしないかこれはですね時間が短ければに短いほど偶然性に左右されるギャンブルに近くなるからなんですよまとめるとね長期目線で見ると 理論理屈がいきやすい必然によって技術によって勝つことができるわけなんですけども短い時間軸であればあるほど突発的な動きに対応できないのでギャンブルに近くなっちゃうんですよねまあですので一番バランスが取れてるのは私1時間かなと思って1時間でやってますもちろん4時間でもいいんですよ1時間か4時間でやるってことになりますそこで出てくるのが2つ目の理由なんですよね2つ目の理由として私は現在本業を持たれていて 一日中どっかでお勤めの方のためにこの配信をしてるんですよ。じゃあ一日のうちにエントリーして検討してエグジットして利益確定になり損切りができるように一日で完結するそういったステージを考えたときにやっぱり1時間がいいんですよね。具体的に言うと朝5時から6時私の解説を見てしっかりと頭をまとめてエントリーするかどうかを午前中の間に決めます。そししててお昼に確認して 夕方時時から6時にグジットして終わりこういった形を毎日繰り返すんですよ。そうすると私の相場解説を見ていくと1日に5000円とか1万円を稼ぐことができる。そして負けた場合はリスクリワード3.1ですから1000円から3000円の損失が出るということなんですよ。1000円から3000円を使いに行って使ってですね5000円から1万円を稼ぎに行くこのリスクリワードで成り立っている時に私の4対6。 4割は負けるけども60%は勝ちますよっていう手法をこのまま使っていけば勝ち越すことができるんですよ。で、あとはロットの調整になりますけども1ロットでこれができるようになると1日に1万円前後が平均して収入として上がってくるようになりますってことになります。もちろんね1ロットでエントリーしようと思うと大体口座には少なくとも30万円から50万円入れておかなければできないってことになりますけどもね。 ですので、最初は少資金で始める方が多いと思います。例えば、5万円とか10万円とかで始める方が多いと思いますので、最初のロットはと0.1とか0.01とか、そういうところから始めていただいて、感覚をつかんでいただきたいかなと思いますね。えー、ということでね、なんで1時間軸でやるかっていうことなんですけども、まとめますと、お勤めになっている方の時間のペースに合わせて、1日の間に終われるように、朝ちょっと見て、お昼確認して、夕方に最終的な決断を下す。 っていうふうにすれば、一日べったり張り付かなくてもいいでしょでも、1分とか5分とか10分の時間軸で私がやっちゃうと、私の相場解説を見てる人は、他のことをそっちのけでね、ずーっと見とかなくちゃいけないんですよ。で、それはなかなか難しいと思いますんで、私は、あのー、視聴者さんのライフスタイルを想像しながら、サラリーマンとしてお勤めの方、アルバイトとかパートとして一日に5時間から8時間働いてらっしゃる方のために、こういった放送形態にしております。で、もう一つの理由っていうのは、 時間軸が短ければ短いほど1分とか5分とか15分になってくるとこれギャンブル性偶然性にすごく左右されるんで非常に勝ちにくい勝ってもそれはギャンブルに近い勝ち方なんで再現性にすごく薄いってことなんですよ、まあ、ですんで言うまでもなくバイニアルオプションは単なるギャンブルだというふうに私は位置づけてますしかも割の悪いギャンブルですだからバイニアルオプションはやりませんしバイニアルオプションで勝て,てるっていうのはほとんど嘘だと思いますね 私の目から見て、バイナリーオプションで稼げてる人ってのは、バイナリーオプションのツールを売るなり、バイナリーオプションの、えー、証券口座のアフィリエイトで稼いでる人。それはあり得ます。でも、バイナリーオプション自身で稼いでる人は、まあいないですね。私も出会ったことありません。この情報業界にいて一人たりともいません。全員嘘です。ですので、ご用心ください。では、いってらっしゃい。